えーどうも、皆さん、こんにちは。たやきです。いろいろ、えー、本日もご視聴ありがとうございます。えー、ちょっとね、今回は、えー、いつもとは違ってちょっと真面目な話をしていこうかなと思います。えー、というのも、ちょっと私のチャンネルのその活動方針についてちょっと不具合というか、ちょっと変更しなきゃいけないなっていう点が見えて、 なのでちょっとそれについてちょっと先に皆さんに報告しておきたいなと思ってこの動画を作りましたでまず初めてですねちょっとこの動画絶対長くなるとは思うんでもうあのポイントだけ知りたいっていう方向けに一旦全部出しますポンとはい、えー、こんな感じですこれからしゃべるのはこのような感じです でも、忙しい方はね、もうこれだけ見ていただけたら分かると思いますので、もうこの時点で動画閉じてもらって大丈夫です。で、今から話していくのは、このれ、えー、間違えました、えー。このポイントについてですね、えー、詳しく語っていこうかなと思っております。えー、なお、えー、この動画はちょっと急いで報告するようで、あまり編集とか、まあ、カットかもしていないんで、ちょっと聞き取りづらいなっていう部分もあると思いますが、ちょっとその辺についてはご了承ください。 はい、というわけでですね、ちょっと本題に入ってきたと思います。まずはじめにですね、ちょっとこのアンケートをご覧ください。こちらはですね、ツイッター上で実施したアンケートなんですけども、僕の活動等についてど,れどんなイメージを持っているのかなと思って、一旦真面目に答えていただきました、皆さんに。するとですね、だいたい70%程度の方はまあ楽しんでいただけてるんですけども、残りの30%の方、 ちょっと私にちょっと恐怖感っていうのを抱いてるっていう感じなんですよね。えー、まあ、あのー、まあ、もちろん様々な方がいると思いますし、ちょっと僕の活動もちょっと普通の人とは違うんで、やっぱ違和感を持つ方もいらっしゃるのは、もうこれはもうジ々の理、まあ、僕たちもまあ従々理解してるって感じなんですけども、他の人に比べてあまりにも多すぎるなっていうの思いました。 というのもですね、まああのー、よくあの、研究とかのデータで言われてるのが、まあ、10人いるとしたら、そのうちの2人はものすごい興味を抱いて、で、残りの7人は、えー、まあ、割とどっちでもいいみたいな、客観的に見る方。で、残りの1割の人がどうしても合わないよっていう、なんかそういうデータ型しかあったんですけども、えー、そのデータと比べても、やっぱり僕って、絡もうとしてるけど、絡めてないっていう人が、まあ。 たぶん20%ぐらいいるんですよね。うん。というより、まあ、この現状を見て、まあ、ちょっと、まあ、ショックだったっていうのはありますけど、まあ、仕方ないのかなと思いました。で、いろいろ、まあ、あの視聴者の方にも意見いただいたんですけども、あのー、なんていうんですかね、ちょっと身内ネタがちょっと強すぎると言いますか。えー、私自身がちょっと、 と昔からそういういろんな人と深く関わりを持ちたいという気持ちがちょっと強くてですね。あのー、ちょっと視聴者との距離を詰めすぎた感はあるんですよね。あのー、というのも、あのー、YouTube ライブとか、まああ,と、まあツイキャスも一緒なんですけど、あとはツイッター上での私の活動っていうのは、割と活動、あの、その、YouTube 等の活動っていうよりかは、その、 視聴者の方とか、まあ、ホラーの方との絡みをちょっと強くしてるって感じなんですよ。で、まあ、別にそれ自体は絶対悪いとは思ってないんですよ、自分自身も。やっぱそういう視聴者との絡み大切だなと思って、私もそれを重点的に置いてたっていうのがあったんですけども、それにしてはちょっと強すぎるなっていう、ちょっとここ最近思い始めて、えー、あー、まあ、ちょっといろんな意見見,見たんですけども、 あのーやっぱ身内ネタが強すぎるとやっぱ新規に入ってくださってる視聴者の方がちょっと入りづらいっていうのはまあやっぱあるんですよねちょっとまあそう自分もやっぱそういう経験は過去何回かしましたのでちょっとそういうところはやっぱ理解できるなということで,でまあなかなかそういうなんですか活動 にちょっと力を入れすぎて、あの、視聴者の方との、あの、絡みを強く、強くしすぎた結果、えまあこのチャンネル自身がちょっと大きくなり始めてるっていう現状に比べて、やっぱ、あの、コメントしてくださってる方が、そこまで、あの、変化がないって言ったらちょっと失礼になるかもしれませんが、ちょっと神経の方が入りづらいのかなって、やっぱ、ちょっと最近思います、ということは。 で、えー、と中にはやっぱりその否定的な意見を出してくださった方もいらっしゃいまして、ええー、まあちょっと私の行動自体やっぱディスリっていうかまあちょっといじりみたいなこともやっぱ強くて、その相手の対してのリスペクトがちょっと足りてないんじゃないかっていうやっぱ意見もくださって、まあ、私自身もやっぱそういうテーマやっぱあったのかなと思いました。ちょっと、 やっぱ距離感を詰めすぎようとしすぎて、ちょっと相手の方ちょっといじりすぎちゃって、やっぱそれを見てる視聴者の方が、ちょっと、どうなんかなっていう、ちょっとその、大木さんの活動はちょっと、いかがなものなのかみたいな、やっぱり抱かれてると思うんですよ。やっぱこういう、そういう意見っていうのは、やっぱ基本的には口に出す方とか、文面で表してくれる方っていうのはやっぱ少なくて、 やっぱそういうのはじゃあ気づきつらい中でやっぱこういう意見をくださったっていうことはやっぱ私自身もすごい感謝はしてます。で、まあそういう意見はせっかくいただいたのでちょっと見返してみたらやっぱりそういう点が多いのかなと思ったのでちょっと距離感っていうのをちょっとこれから考えていきたいなと思います。えー、でですね、あのー、じゃあどうしていくんか っていうことなんですけども、えー、これからライブ配信や、えー、あとツイッター上での、あの、活動の、か、その視聴者との絡みっていうのをちょっと、まあ、減らしていこうかなと思います。うん、別に、あの、一切関わらんとかじゃありません。っていうか、そもそも僕は、その視聴、見てくださってる視聴者をものすごく大切にしたい人なので、やっぱ他の人と比べては、やっぱそういう、 あのー、視聴者と絡みたいという気持ちはやっぱどうしても強くなっちゃう部分はあると思うんですよ。でもやっぱそれにしてはやっぱり今までのコードがちょっとどうすぎてたっていう点があったのであとはあのー、その新規で入ってくださってる視聴者があのー、ちょっと絡めてないというかまあ例えるとあのー。 ライブ配信等で初見ですっていうコメントしてくださった方がその後もコメントしてくださってるっていう割合が極端に少ないと僕はやっぱ思っててやっぱちょっと周りから見てもやっぱそういう風に感じてる方もやっぱいらっしゃるっていう感じだったんでえそういう新規の,その身内だけじゃなくてその新規の方にもやっぱ絡みやすいちょっとそういう環境作りを今後えしていこうかなと思いますなのでえっとちょっと YouTube ライブや Twitter の格好 活動で、ちょっと今までこんなに関わってくださっ、関わってくれたのに、なる急にちょっと、あのー、こいつ関わらんになったんやって、なんかちょっと冷たくねみたいなことをちょっとやっぱ感じてしまう方もいると思うんですが、やっぱそういう点がありますので、やっぱ今後はちょっと新規さんのことをちょっといろいろ考えて、ちょっとある程度距離は置こっかなと思っております。で、ですね。で、どうしても、 僕自身もやっぱ我慢できない点がやっぱ出てくると思うんですよ。えー、そういう、あと視聴者の方とかもやっぱり深く変わりたいっていうのがあるんで。で、そういうの時のために、えー、ディスコードサーバーについては、ちょっとこの点について例外とさせていただきます、えーの。ディスコードサーバーね、僕立ち上げたディスコードサーバーあるんですけども、えー、基本的に誰でも入れる環境にしていって、別に誰とも喋っているよって感じなんですけど、ここだけはちょっと、 あのー、今まで通りちょっと視聴者との絡みを深くしていこうかなと思います。やっぱりあのー、あのー、なんていうんですかね、個人個人で、まあ、DM とか送ったらいいんじゃないいかみたいなやっぱり意見もあると思うんですけども、やっぱどうしても僕自身、我慢できない点が <laughs> あるので、まあ、我慢しろやった話なんですよ、もちろん。白いって話なんですけど、やっぱり深く関わるために、やっぱもっと深く関わりたいっていう人のために、やっぱりそういう環境も残しとかないかん。 と僕は思ってますので、そのディスコードサーバーだけはちょっと今まで通り、はい、変な絡みみたいな、打、まあ、ちネタが出してばどうしても強くなってしまっていのがあると思うんですけども、あのー、入ってくれたなと思います。ちょっとあの新規さんの方でね、やっぱ僕とその視聴者の絡みでやっぱちょっときついっていうか、ちょっと入りづらいっていうのちょっとあると思うんですけども、実際僕たちそんなことないんで。 あの僕自身もいろんな人と関わりたいと思ってますし、視聴者の方も別に処刑者さんに厳しいとは一切ありません。なので、全然みんな、ウェルカムなんですよ。なので、あの、恐怖心だけはちょっと、まあ、抱かなくてもちょっと大丈夫ですよと、それ怖がらなくても大丈夫ですよと、僕たちはあの、もう自信を持っています。ただ、やっぱそれでもどうしても、やっぱ不安に思ってしまう方もいると思いますので、えー、ちょっとこれからを、もう少環境を変えていったり、で、それとも、道なとは、 見てみたいって方は、ちょっとやっぱディスコードサーバーの方にちょっと入るだけでも全然大丈夫なので、コメントせずにちょっと見ていただいたらなって、もし機会がありましたら、そういうコメントとかも全然していただけたら僕たちも反応しますので、えー、ぜひご安心ください。はい、えー、そしてですね、あともう一点あの、動画活動については一切変更ありません。まあこれはね、まあ、あまり関係ないで視聴者の絡みとかは。 また、その僕の大きく置きたい根底ツる一つでもありますので、その動画っていうのは。それについても変更は一切ありません。今回変更するのは、えっ、ー、と、YouTube ライブ公の場で、あのー、皆さんと関われるようなツール、なえっ、ー、と、動画、えー、ライブ配信と、えー、その Twitter の点は、えは、ー、まあ、ちょっと、これからは視聴者との会議を少し減らしていきます。 そしてですね、あのー、まあ、あとは TikTok も、もうあまり変更ありませんし、ちょっと日常、ちょっと最近投稿少ないんですけども、えー、Instagram の方も、まあ、今まで通り元気に活動していきますので、ぜひそちらの方にもね、顔出していただけたらなと思います。えー、というわけで、ちょっと長々とお話ししまいましたが、こんな感じで、えっ、ー、と、今後、ライブ配信との関係を変えていきたいと思います。えー、せっかくね、えー、うちのチャンネルも、ちょ、い、まあ、ここ最近ずっともう右肩上がりで、 あのいろんな方と関われ始めているので、やっぱ、あのー、こういうせっかくいただいたチャンスを無駄にはしたくないんです、僕は。ですが、えっ、ー、と、やっぱそのためにはね、やっぱちょそのチャンネルを大きくしていく上でも、やっぱ私自身も、あのー、もやっぱ帰っていきたいか、いかないかな,かなと思って、えー、今回、このような動画にさせていただきました。えー、ぜひ、ね、皆さんもちょっとその点で、 ご協力していただけたらなと思います。はい。えー、というわけで、えー、長々とご視聴ありがとうございました。もし何か意見等がありましたら、こちらの YouTube、じゃあ、YouTube のコメント欄、もしくはですね、あの、ま、Twitter の DM とか、あの、匿名で発信した方は、あの、Twitter 上にあるんですけど、あの、質問箱というところに全然意見投げてもらっても大丈夫なので、もし僕に何か伝えたいことがありましたら、もう気軽にいただけたら、私も、あの、真摯に受け止めますので、ぜひよろしくお願いいたします。 というわけで、えー、以上、えー、今後の活動報告でした。ご清聴ありがとうございました。